日本東京都江東区、若須若須は、東京都江東区の町名。現行行政地名は、若須1丁目から若須3丁目。郵便番号は136-0083。東京都江東区の南東沿岸部に位置する。上東地域内にあたる。北で砂町南運河をまたいで新木場と隣接し、若須橋で接続する。西の中央防波堤外側埋め立て地とは、 東京ゲートブリッジで接続している。町域内は工場や倉庫、東京湾の港湾設備のほか、東半分は若洲海浜公園、若洲公園の公園用地となっている。全域が埋め立て地である。過去には東京湾埋め立て15号地、および新夢の島と呼ばれていた。潮見、夢の島などと同様に、ゴミの埋め立て処分場だったところである。 1977年3月13日など、しばしば自然発火による火災も発生したが、当時は建物や構造物などもなく被害は生じなかった。江東区の町名としての若須の成立は1979年11月1日である。2009年11月1日、住居表示実施とともに、従来の若須が若須子はじめ2.3町目となった。 新たに生まれた若い島の意味であり、この意味から命名された若洲橋の名にちなむ。町域内に鉄道は通っていない。最寄り駅は JR 東日本京葉線、東京メトロ有楽町線、東京臨海高速鉄道臨海線新木場駅となる。ありがとうございます。